ローリー・マキロイ、ウベは、イギリス、北アイルランドダウン県ハリウッド出身のプロゴルファー。2015から16.2018から19、フェデックスカップ総合優勝。4度のメジャー制覇を果たしている。世界ゴルフランキングにおいて、約5年ぶりに1位に復帰。しかし、2020年、第29週に行われた、メモリアルトーナメントで優勝したジョン・ラームに1位の座を、 明け渡す結果となった。2007年、17歳の時に、世界アマチュアゴルフランキングにおいて一週間首位の座に、つくなどの実績を残し同年9月プロに転校、欧州 PGA ツアーに参戦した。欧州ツアーでは2009年、PGA ツアーでは2010年に初勝利を挙げている。また2010年のライダーカップに、欧州代表として出場しているほか、 アマチュア時代にも2004年のジュニアライダーカップに出場するなどの代表経験がある。2011年6月19日、全米オープンでトータル16アンダー、2位に8打差をつける記録でメジャー初制覇を成し遂げた。マキロイはこの時22歳で、1923年の全米オープンを制覇したボビー・ジョーンズに次ぐ燃焼記録であり、 最も将来を期待されている若手と評するメディアもある。またこの勝利により2011年第25週の世界ゴルフランキングでは前週の8位から4位になった。北アイルランドの主婦ベルファスト近郊にある人口1万2000人ほどの港町ハリウッドにゲリー・ロージー・マキロイ夫妻の一人息子として生まれた。父、ゲリー・マキロイ自身。 スクラッチでプレーしたこともある腕前のゴルファーで、ローリーは生後18ヶ月の頃から父親にゴルフを教えられて、2歳の頃には40ヤード飛ばすなど、幼くしてゴルフの才能の片鱗を見せていた。スポーツに熱中する性格で、ほとんど毎日ゴルフ場に連れて行ってくれるようせがみ、新しいクラブをプレゼントにもらって正しいグリップの握り方を父から教わると、 夜寝る時もベッドにクラブを持ち込みクラブをきちんと握ったまま寝ていたという。またニックファルドの出したゴルフテクニックのビデオがお気に入りであった。マキロイのゴルフの才能が開花し始めると、父ゲリーは仕事を掛け持ちし、母ロージーも地元にある 3M の工場で夜勤するなどして息子のプレイ費を捻出した。やがてマキロイは同年代の競技会では負けなしとなり、 フロリダ州マイアミのドラルゴルフリゾートオスパで行われた9から10歳グループの世界大会で国際的な大会での初優勝を遂げた。マキロイが初めゴルフを学んだのは地元にあるハリウッドゴルフクラブであるがそこは今でもマキロイのホームコースである。このハリウッドゴルフクラブは1904年に創設された全18ホール全長6000ヤード長。 バックティーからのパースコアは69だのパークランドコースで、マキロイはこのコースについて、その後、トッププレイヤーになるために必要なすべてのスキルを学んだコースと述べている。マキロイは7歳の時クラブのメンバーとなり、練習はクラブ所属の元プロゴルファー、マイケル・バノンに指示した。バノンは現在でもマキロイのコーチであり、献身的指導者である。なおこのクラブの近くには、 素晴らしいゴルフ場がいくつかあり、中でも著名なものとして、ロイヤル・ウェルファスト・ゴルフクラブや、南コースで知られ米ゴルフダイジェスト誌によって、米国外で最高のコースと評された、ロイヤル・カントリー・ダウン・ゴルフクラブなどがある。マキロイは、欧州 PGA ツアー、ブリティッシュ・マスターズの前日である2007年9月19日に、プロ転向を宣言した。翌日から出場した、ブリティッシュ・マスターズでは、 トータル290打で42位であった。10月のアルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権では優勝したニック・ド・ハティと三打差の3位と躍進した。さらに翌週の欧州ツアー、オープンデ・マドリードでは4位につけ、2008年のシード権を獲得した。2007年シーズンの獲得賞金額は277,255ユーロ、賞金順位は95位であった。 シーズン前の2007年12月、タイガーウッズが主催するオフシーズンのゴルフトーナメントターゲットワールドチャレンジに招待されたが、スケジュールの都合で辞退した。マキロイは、プロになったばかりの自分を招待してくれたなんて、身震いする思いだったと語り、ただこの試合に出ると、タイガーが主催する来年7月の AT&T ナショナルにも出場しなければならず、そうなると、 来年のヨーロピアンオープンとスケジュールがぶつかってしまう。ヨーロピアンオープンに出場しないなんて愚かなことだ。と自体の理由を述べている。2008年シーズンは UBS 香港オープンからスタートしたが予選通過ライン1アンダーに対して第1ラウンドでは69だ、第2ラウンドでは74だと4オーバーとなりプロ初の予選落ちを味わった。オーストラリアで開催された。 マスターカードマスターズでは15位体と持ち直している。2008年1月27日付のワールドゴルフランキングで初めてトップ200位に入る。9月7日、スイスのクラン・モンタナで開催されたオメガ・ヨーロピアンマスターズにおいて、マキロイは2位に4打差を付け首位で最終日を迎えるが、最終日18ホールの4フィートパットを外して優勝を逃し、勝敗は、 フランスのジャン・フランソワ・リューキンとのプレーオフに持ち込まれた。最終的に、マキロイは2フィートのパットを外し、リューキンが15フィートパットを決め勝利した。2008年シーズンは、ワールドランキングで100位以内に入り欧州ツアー、獲得賞金ランク36位であった。2008年11月の UBS 香港オープンを2位で、終えた後、マキロイは19歳6ヶ月という過去最年少の、 記録でワールドゴルフランキング50位に入る。その後出場した南アフリカオープンでは3位となり、2008年のワールドゴルフランキング最終順位は39位であった。この成績によってプロ転向後わずか18ヶ月にして2009年4月開催のマスターズから招待状が届く。マキロイがプロ初勝利を挙げたのは2009年2月に、 開催されたドバイデザートクラシックであり、この勝利で世界ランキングは16位に上昇した。2009年の WGC アクセンチュアマッチプレー選手権でマキロイは4回戦進出を遂げた。1回戦では南アフリカのルイス・ウーストハウゼンを 2&1 で破り、2回戦ではハンター・メイハンを1アップで退け、3回戦では 4&3 でティム・クラークを下したが、 4回戦で、ジェフ・オギルビー2に &1 で敗れた。なお、オギルビーはその後、ポール・ケイシー、スチュワート・シンクに勝利して優勝している。マキロイは5月まで、PGA ツアーに参戦し、ホンダクラシックで13位、対、CA 選手権で20位、対、シェル、ヒューストン・オープンでは19位タイと好成績を収めた。2009年4月、マキロイは、初のメジャー大会として、 マスターズに初出場した。最終順位は、トータル2アンダーの20位であった。予選通過選手中の飛距離ランキングでは、ダスティン・ジョンソン、アンドレス・ロメロに次ぐ3位であった。マスターズの後に試合に出場したが、ザ・プレイヤーズ選手権では、予選落ちしている。その後欧州に戻り、全米オープンに出場するまでの間に、BMW、PGA 選手権では5位。 ヨーロピアンオープンでは12位と2試合でトップ25位以内に入っている。メジャー第2戦目は2009年の全米オープンであり、最終ラウンドを68だと、結果10位タイで終え、メジャータイ開発のトップ10入りを果たした。翌週 BMW インターナショナルオープンでは15位。7月には全英オープンに初出場し47位、タイ。 8月の全米プロゴルフ選手権では3位タイと2011年の全米オープン優勝に次ぐ好成績であった。2009年のレース・トゥットバイではリー・ウェストウッドに次ぐ2位でシーズンを終え、11月にはセルフィオ・ガルシアに次ぐ若さで世界ランキングで初のトップ10入りを果たした。また2010年シーズンは PGA ツアーに参戦すると発表した。ゲイリープレイヤーは マキロイについて、このまま行けば、そしてきちんと指導されれば、彼の年代での世界最高の選手になれるだろう。だが彼は、タイガーウッズのような肉体を手に入れることが、できるだろうかこの若い選手は、朝6時に、ジムに通うだろうか私にはわからない。彼は、タイガーウッズの持つ強さや、その他すべての能力を持っているのだろうか私にはわからない。と述べている。 なお、マキロイは12月にサンシティで開かれたゲイリープレイヤーがトーナメントホストを務めるネドバンクゴルフチャレンジに招待され出場する予定であったが、体調不良のため欠場している。2010年全米プロゴルフ選手権にて練習ラウンド中のマキロイ。2010年シーズンはアブダビ HSBC ゴルフ選手権で3位に入るなど好調な出足であった。ドバイデザートクラシックでは、 最終日を73打で回るなどして、連覇は逃したものの5位につけた。2010年の WGC アクセンチュアマッチプレー選手権では、第1回戦では、ケビンラを1アップで下したが、オリバー・ウィルソンにプレーオフの末敗れた。この選手権の後、背筋痛のためツアーを一時離脱する。2週間後、復帰したマキロイは、ホンダクラシックに出場。 結果は40位体であった。5月2日、マキロイは、クエールホロー選手権で、PGA ツアー初優勝を遂げた。5アンダーでスタートした、最終日、1イーグル8バーディーで、コースレコードの62を記録する逆転勝利であり、タイガーウッズが1996年に21歳で、ツアー初優勝した記録を抜く史上最年少での、PGA ツアー優勝であった。 この勝利で2年間の PGA ツアーシード権を獲得している。6月2日、マキロイはメモリアルスキンズトーナメントに出場し何かと比較されるようになったタイガーウッズとラウンドを回った。結果は10位体であった。7月15日、全英オープンに出場したマキロイは初日戦とアンドルーズオールドコースとの相性の良さを示す9アンダー63の記録的スコアを 叩き出した。63打は150年の歴史を持つ全英オープンでも最小打数体であり、初日に記録したのはマキロイのみである。17番、通称ロードホールでパットを失敗しなければ記録はさらに伸びたであろう。翌金曜日は天候が悪く80打と崩れた。土曜は68打、日曜は69打で最終順位は3位体となり、 世界ランキングは7位に上昇した。8月の全米プロゴルフ選手権では15番グリーンで3パットを叩き主位いから陥落、最終ホールのバーディーパットもわずかに外れプレーオフを逃し3位体となった。なおプレーオフではマルティン・カイマーがバッパ・ワトソンを下し優勝している。マキロイがメジャー大会で3位に入ったのはこれで3度目である。10月4日に行われた ライダーカップには欧州代表として出場、個人戦引き分けで0.5ポイント稼ぐなどして欧州の勝利に貢献した。ライダーカップ後の11月、マキロイは2011年シーズンは欧州ツアーを主戦場とすると発表した。米ツアーでは引き続き11から12試合は出場し続ける予定だがツアーメンバーとしてではない。 理由として、欧州ツアーに親しい友人がいること、ライダーカップ勝利で果たした自分の役割、ガールフレンドや家族と近くにいたいことなどを挙げている。2011年、メジャー初戦となるマスターズで最終日首位でスタートするが、大きくスコアを崩し、最終的には15位まで順位を落とした。しかし、メジャー第2戦の全米オープンで、大会新記録となる通算16アンダーを記録し、 メジャー初優勝。2011年の7月から、プロテニス選手のキャロライン・ウォズニアッキと交際、2014年1月1日、婚約を発表したが、5月に婚約を破棄した。その後、2014年に、全米プロゴルフ協会職員のエリカ・ストールと交際し、2015年に正式に婚約。2017年4月22日に結婚式を行った。 2020年8月31日、第1子となる娘が誕生し、ポピー・ケネディ・マキロイと名付けた。1スターテット・トーナメントアットマイナス5フェデックスカップ、プラフス・アジャストメント、スコードマイナス13ツーパール、プレイオフ記録 LA イコールロー・ DNP イコール、不参加 T イコール、タイカットイコール予選落ち、CCL イコール中止背景黄色イコール10位内。 入賞背景緑色イコール優勝 DNP イコール、不参加 T イコール、タイカットイコール予選落ち、CCL イコール中止背景黄色イコール10位内、入賞背景緑色イコール優勝 R64,R32,R16,QF イコール敗退。ありがとうございます。